この動画は、ゆっくりと、ゆづきゆかりを使用しています。ご了承の上、ご覧ください。対戦相手の方の、誹謗中傷はお控えください。明日だっけ？大会のことを聞きに来るのは。そうですね。明日の14時からの予定です。いやー、テレビの取材なんて初めてだよ。まあ、ローカルのケーブルテレビ局ですがね。そういえばなんて名前の局だったっけ？本園吐き溜めテレビですね。もっとマシな名前あったろうに。でも、インタビュアーは今売り出し中のセクシータレントらしいですよ。へえ、そうなんだ。何考えてるんですか、このスケベ。何も言ってないんだよな。なるほど、そういうことでしたか。申し訳ありません神父様、もうすぐ来ると思いますので。いえいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。それでは。おや、どうしました？インタビュアーの方、渋滞にはまって少し遅れるかもらしい。そうですか、仕方ありませんね。まあ、そのうち来るでしょう。すいません、遅くなりました。噂をすればですね。申し訳ありません神父様、お待たせしてしまって。あ、はい。おはよう、待ってたよゴウリキちゃん。おはようございます。すいません、お待たせしました。それじゃあインタビューを始めましょうか、神父様。神父様？ゆかりさん。皆まで言わなくてもいいですよ。さすがだね。あの、どうなさいました？せーの、チェンジ。は。朝だけどこんばんジュペッタ、ネスと申します。こんばんジュペッタ、ゆかりです。今回は大会編ということで、初めてご覧いただいている方もいると思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。私、普段は仮面神父と幽霊人形というジュペッタ、メガジュペッタ共同動画をアップしているものです。ゆるい対戦動画ですが、見ていただけたら幸いです。挨拶はこのぐらいにして、本題に入ろうか。いや、まさかまた実況者大会に出られるとは思ってなかったよ。しかもダブルバトルの大会ですしね。全くの予想外だったよ。でもまあ、せっかくの機会ですから。うん、できるだけのことはやってみるよ。それでは、目覚めの祠杯、B ブロック、最初のお相手はこの方。ナンバーワングロサーを目指して、という動画を上げていらっしゃるともさんです。グロサーの一番を目指して頑張るという内容の動画らしいです。そしてともさんが選んだパートナーはこちら。メタグロスとサザンヌラですね。対する私のパートナーはこちら。ジュペッタ、月光馬ですね。
月光画で相性的には有利が取れてますが600族コンビ。調整、型次第では簡単に返り討ちにされそうです。そして今回の私のパーティーはこちら。ジュペッタ、トゲキス、ギルガルド、月光画、バシャーモ、ブリガロンです。そしてトモさんのパーティーはこちら。サーナイト、サンダー、サザンドラ、メタグロス、バクオング、カメックスですね。今回のメガジュペはおにぎ、金縛り型なんですが、お相手特殊寄りのポケモンが多いので選出は厳しいですね。素早いポケモンがいないので、これは追い風サポートをしてきそうですね。ならば上側4体の弱点もつけてるし、追い風役になりそうなやつを上から叩ける。月光画を先発に出していきましょう。もう1体先発は、ギルガルドにしようか。今回のガルドは、物理スカーフ型のやつですね。スカーフ持ちがいなければ全員上から叩けるし、奇襲としてはいいんじゃないかな。では、先発はこの2体で。バクオングがちょっと不気味だね。ここはバシャーモを出してみるか。ジュペッタ意識で、ここは肝っ玉のやつでしょうね。まあサーナイトとカメックス以外には、一応弱点つけるしいけると思う。最後はどうしましょうか。カメックスが重いからブリガロンを出したいんだけど、特殊で弱点をつけそうなやつがほとんどだから、かなり厳しいね。となるとトゲキッスですか。電磁波持ちだから最悪追い風された時にアタッカーに負けるし、いざとなればカメを真昼見で。こんな時でも運ゲーですか。そうするか、あとは2体がかりで倒すしかないかな。というわけでこの4体で。月光が、ギルガルド、バシャーモ、トゲキッスでいきます。対戦よろしくお願いします。こちらはこのコンビから。サーナイト、そしてバクオングですね。サーナイトはメガ、スカーフ？どちらでしょうね。とりあえず、サーナイトの処理はギルガルドに任せた方がいいかと。バクオングは、何を持ってるんだろう？追い風かのアタッカーなら火力アップのやつですかね。バクオングがスカーフの可能性は、ないことはないでしょうが。わからないね。とりあえず月光側様子見で守ってみるか。ギルガルドはアイアンヘッドでいいかな。シャドウクロウの方が通りがいいのでは。それはお相手もわかってるだろうし。そこでのサザンドラへの交代。あと、一瞬だけどタスキが頭をよぎってね。さすがにタスキはないでしょう。それも考えてひるみもあるアイアンヘッドで。というか交代先は、少しでも削れば月光画で処理できるしね。バクオングの持ち物次第なところもありますがね。守ります。バトルスイッチ発動、ということは、お相手にスカーフ持ちはいないですね。とりあえずサーナイトは突破。あれ、耐えたの。これは B 特化っぽいですね。テレパシーはわかるとして、サーナイトの狙いは何だ？玉か、これは効くわけだ。トリックルームと来たか。完全にそこは想定外でしたね。これ、かなり辛くないか？このターンでおそらく、この2体は爆音波で持っていかれるでしょう。交代と守るを挟んでトリルターン稼げないかな？この2体は捨てた方がいいかもしれませんね。下手に交代して後ろの2体を消耗させるのは良くないか。バシャーモは減速状態になってますが、助けがありますし。もはやカメックスは、まひらせて、運に頼るぐらいしか突破手段が見当たらないので、トゲキッスはできるだけ消耗させるのは避けたいところですね。もはやそれしかないかな。何にせよ、
崖っぷちに追い込まれてかなり厳しいのは明確ですがね。なんだろうね、良かれと思ったことが見事に裏目に出た感じだね。ギルガルドは、テンプレとかの方が良かったかもしれませんね。奇襲になるかなと思ったんだけど、ダメだったね。タラレバを言い出したら、キリがありませんがね。だいぶ調校してみたけど、やっぱりどうしようもないかな。やれるだけのことはやってみましょう。そうだね、できるだけはやってみようか。うっかり連れてくる個体間違えたとかもあるかもしれませんよ。そんなトンチンカンなミスはさすがにないでしょ。ですよね。そして爆音波。あ、月光が耐えたね。あまり関係はないですね。そしてムーンフォース。さて、残りの2体を出していきます。はい、頑張ってもらいましょう。まずはトゲキッス。そしてバシャーも。そういえば、トゲキッスだけニックネームついてませんね。すっかり忘れてました。さて、ここなんだけど。とりあえずサーナイトは片付けられそうですね。キッスはとりあえず、サーナイトをエアスラッシュで落とそうか。バシャーモは、とりあえず守ってタスキ温存しとく？トリックルームのターンを稼ぎますか。どのみち次のターンの爆音波で潰されるけどね。トゲキッスはお盆がありますから、このターンはしのげるでしょう。あとはエアスラッシュを外さないように祈る。おや、フラグかな。大丈夫、このパターンだと最近は外さない。メタ次長。でもまあ、本当に当ててもらわないと。うん、ですよね。実を言うとさ。なんでしょう？サーナイトの特性にテレパシーがあるのすっかり忘れてた。お盆で回復します。これは、トゲキッスの方に来たか。ここで削られるのは厄介ですね。なんだかんだ言いつつもきちんと当てました。自覚がありますね。減速タイム。さて、次に出てくるのは。はい、ご登場ですね。亀。厳しいなぁ。もはや本当にまひらせるぐらいしかないですね。その前にキッスはやられるだろうけど。バシャーモはもう爆音具を倒してしまおう。お相手も考えてますね。ここまで来たら特に警戒することもないと思うんだけどなぁ。うん、やっぱり亀がメガ進化だったね。冷凍ビーム、ということは、トゲキッスから落としに来ましたね。なるほど、潮吹きか。持っててよかった気合のタスキ。彼には苦しめられたね。爆音具恐るべし。ラストは、あいつかな。出てきたね、メタグロス。次でトリルのターンが切れるからここは守るで。
だとしても、もうどうしようもないでしょう。大丈夫、イワナ誰でまとめてひるませるから。あ、はい。加速タイム。よーし、神父様イワナ誰撃っちゃうぞ。ひるませちゃえばオッケーだー、あははのはー。それにしてもこの神父、ノリノリである。くーらーえー。先生技はなかったみたいですね。ですよねー。対戦ありがとうございました。対戦は以上になります。見事にしてやられましたね。なんかもういろいろとありすぎてどこが敗因か絞りきれません。完敗でしたね。決勝トーナメントに残るにはもう負けられない。切り替えていこう。頑張りましょう。それでは大会編、次回は7月12日アップ予定です。よろしくお願いします。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。初戦だっての2トンだ大失態だったぜ。もうあとはねえ、次は絶対に負けられないんだ。しかし、立ちはだかるのはよくわからん2匹を使う主催者コンビ。こいつら一体何してくるんだ？わからねえ、とりあえずやってみるか。次回、バリアードの罠で、また会おう。